ラビラボチャンネルの原谷です。さあ今夜も夜釣りやっていきますよ。もう前回巨大アナゴ釣ってね、まあ目的は達成したと言いたいところなんですけどね、やっぱり YouTuber たるもの高みを目指していこうと思って、今晩もメートル級のアナゴを目指して釣っていこうと思います。では早速仕掛けを紹介してやっていきましょう。竿は前回同様投げ釣り3本で、あと1本、この巨大アナゴを釣ってくれたね、この1本で、仕掛けは投げ釣り坊主のガレ、ガシラアナゴとかでやっていこうと思います。でせっかくのね、もう新しいチャレンジなんでね、餌を変えつつちょっとチャレンジしていこうかなと思うんですけど、まずはレギュラーのね、はい、サバつけてるサバですね、くっさいやつです。前回も使用したエビに、今回はこのホタルイカを使っていこうと思います。なんか聞いた話は結構釣れるって聞くんですけどね、ちょっと試してみましょう。ホタルイカはちょい投げ、坊主のガレとかに引っ掛けてやっていこうと思います。エビとサバは投げ釣りで、じゃあやっていきましょう。準備 OK ですけど、波がこういってますね。ちょっと雲行き怪しいですね。まちょっと待ちましょう。本日第1号のですね、まあまあといったところでしょ、まあ前回の日ではないですけど、よし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 、やったやったやった。このチャンネルじゃ初めてのカサゴですね。なかなかいい方です。25ぐらいあるから浮かれきたな。やったぜ。まあ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 のアナゴですね。まあ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 ですね。今日はまあまあのサイズがなかなか釣れますね。はい、結果発表。あの後ですね、ちょっと動画外でカサゴがもう一匹釣れたんですよ。同じぐらいのやつ。今回は両型のアナゴ3匹と両型のカサゴ2匹ですね。やっとまともに大きいアナゴ以外の魚が皆さんに見せれましたね。とりあえず今回この子らリリースサイズはいなさそうなんで全部持って帰りましょう。ああ寒かった。おはよう、こいつの昼食の時間です。早速食材紹介してやっていきましょう。昨日の釣果がこちらです。カサゴ2匹とアナゴ3匹、でかいよね。やっぱこの時期のカサゴってやっぱ大きいよね。立派立派、こう立派立派。給食そうと思うのはこちらのカサゴ1匹いただこうかなと思います。まず大きさ測りましょうか。約23ってところですかね。冬のカサゴっていうのはこうやって大きくなって美味しいんですよ。と今回はこいつをちょっと生食、まあ刺身で食ってみようかなと思います。じゃあ早速バラしていきましょう。いつもカサゴは煮付けとか唐揚げで食っちゃうんですけどね、
それはちょっとサイズが多く小さいやつをそのままガリッと丸ごといくんですけど、これだけ立派だったら刺身で食うのもありだと思いますね。サンマの漁師がそんな得意じゃないんですよね。そう考えるとアナコってなんてさばきやすい魚なんだ。はい、三枚おろしです。次は皮引き。これが一番嫌い。久しぶりだな。まあいいんじゃないですかね。でこっちも同じように、カサゴって頭が大きい生き物やから、こうやって皮とか剥いでいったらどんどん過食率低いしちゃうね。で本来はこの真ん中のほぼれとか胸びれとかをあれ包丁で削ぐんですけど、そんなことしたらもう過食率ほとんどなくなっちゃうんでね、骨をこうやってピンセットで一本一本抜こうと思います。無理だ、諦めよう。ではね、こいつらを一口サイズに切っていきましょう。中も本来だと真ん中の方で取らないといけないんですけど、こんだけの大きさだったらなんか取らずでもいけそうですね。食えそう。あ、一応言ってきますけど、これは本来は取るべきなんですけど、僕がもうそんな気にしねえっていうだけの話なんで、皆さんもあれ生食するときはちゃんと取ってくださいね。口の中に骨が気になると思う。僕はもうガリガリ食っちゃうんで、うん、よし、とりあえずこれはちょっと置いておいて、ご飯ドーン。思ったより多いな。はい、カサゴイン、卵イン、ネギをパラーリ、だし醤油シャオラー、わさびプチ、完成。カサゴ丼、いただきます。さてと、まずはわさびと一緒によく混ぜる。混ぜ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 、いただきます。うーん、まあ、はい、カサゴがプリンプリン。あ、全然臭みない。このだしとカサゴの身がと生卵が、一回大きいカサゴ釣ったらこうやって生食で丼みたいに食ってみたいね。やっぱ甘い、魚が甘い、脂乗っとったから歯ごたえがしっかりして、やっぱ冬のさ、冬はやっぱカサゴが一番甘いかも。生食やったこの瞬間やね、あの寒い冬の海で報われる瞬間って。はい、ごちそうさまでした。やっぱりね、カサゴは冬の海の大名格って言ってもいいんですけど、根魚の中では一番釣りやすいんですけど、根魚の中では多分1に争ううまさです。釣りやすくてうまいっていうね。カサゴもいい形なんでね、カサゴもおるところにはもう30センチのそんなん超えるのもいるみたいですからね。まあそういうのも狙っていくのもあるかもしれないです。今度カサゴ釣ったらもっと煮魚とかもっと火入れて食べてみましょう。皆さんもね、カサゴ大きいの釣ったら一回生で食べてください。美味しいですよ。では皆さん、良い昼食を。